え、まずは歌さんからいただきました。はい、ありがとうございます。なあ、剣道好きかあれ、お<ん>え、私の好きなことというか、スポーツは剣道です<ー>え、スポーツというよりは武道になるのかもしれませんが、と書いてありますが<ー>え、青竹の皆さんが打ち込んでいる競技が長距離走なら私は剣道です<ー>え、今は外部で稽古に精進しています。<ー>え、痛いし、辞めたいと思ったことはありますが。 一本が入った時の快感が忘れられず、今でも続けています、うん、ということにごってました。<ー>前回、榎木さんがね、ね剣道やってたという話をしてましたけれども、はい、こう剣道が、詩さんはお好きだということだそうですね。はい、なるほど。うそうですね。僕も、あの、高校、大学と剣道部だったんですけど、うん、はいはい。結構長いですね。僕は、剣道大嫌いですね。<laughs> <laughs> 経験者としてはもう理由があるんですよほ、うん、本当に剣道って稽古が厳しい、うん、へえ、まあ、よくねその我々素人としてね見てもなんかこう素振りをずっとやってる映像とか、はい、よく目にしますけどありますけどやっぱりその、うん、指導者がとにかく、うん 厳ししいい人がが僕的には多い気がしてて高校の先生とかはマジで厳しくてもうずっとしごかれててそれ以来もう剣道なんんて大嫌いいでですねいたんですたよ高校の時に別の学校で剣道部に入ってる友達がいて「剣道部超楽しい」って言ってる子がいたんですけどこいつマジでぬるいなって思って。<laughs> <laughs> <laughs> それはそれでなんだね,ね多分もうるい練習しかしてないからさ楽しいんだとあーなるほどめちゃくちゃ本当に追い込んだら、うん、もう精神崩壊しますね<ば> <laughs> 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 本当に泣きながら打ち込むみたいな <laughs>、えー。まあね、今、スポーツっていうと、そこら辺ちょっと繊細だし、話題にもなってますけど、ねね、ただ、なんか、なんだろうな、文武両道もそうだし、はい、なんかその、わかんないけど、やっぱその、天下を取るならとか、うん、そういうところでいくと、やっぱりある程度の厳しさは必要なのかなとも思いますけどね、まあ,ねまあもちろん、やりすぎももちろん良くないんですけど、ただやっぱね、本人的に、その、なんだろうね、 その本気で目指したいっていう人だったらその厳しさにも耐えられるだろうとかっていうところの,その,ねその教える側の持論とかもきっとあるじゃないうそうですねだ俺はまあそこも多分ね僕は純粋にもっとコミュニケーションすればいいと思うって思うんです,で,すでもその高校の先生はめちゃくちゃ厳しかったんですけどこの生徒にはすごい。 慕われてて、まあ、部員もそうなんですけど、やっぱりもう、ごきに愛を感じるというか。なるほど、なるほど。ちゃんとなんか、熱意を持ってるのは感じてたんで、う尊敬はしてたんですよね。だから、やっぱ、絵の基本的には、剣道はまあ、大変だし、自分は剣道、そうですね。別に、そこまで高めを目指すつもりもないし、大嫌いですからっていうところで嫌いだけど、そうですね、その、教えてた先生の人となりだったりとかっていうのを、人となりとか、それが、なんか、今、なんか、ちょっと、その、くじけない心とかにも、繋がってるかもしれないんで、 そういう面で、すごい。いい先生だったなと思いますけどね。まあまあ、心は鍛えられたと。そうですね。大嫌いですけどね、剣道。なるほど。めっちゃくちゃ。うたちゃん、ごめん、な、剣道好きかに対しては、嫌いだそうです。すいませんね。あ、なるほどね。まあ、いろんなことありますね。もういつ。